実はお前じゃない宮本武蔵についてまた妙な情報を聞きつけてな。どんな情報だ？このところ宮本武蔵が宝蔵院に来るって噂が広まってるらしい。宝蔵院？宝蔵院といえばあの奈良にある。そう、あの槍の宝蔵院だ。先代の当主陰影から伝わる宝蔵院流槍術で有名なあの名門寺院だ。でもどうして武蔵が宝蔵院に？また道場破りをするって話なのか？いや、そうじゃねえ。武蔵が宝蔵院の武術会に参加するって噂なのよ。武術会？ああ、どうも宝蔵院じゃ年に一回全国から剣士を集めて武術会を開いているらしい。ちょうど7日後、
その武術会が開催される。じゃあその武術会に武蔵が姿を現すと。そういう噂なんだ。だが吉岡道場にもまだ姿を現していない武蔵が本当に来るんだろうか。ああ、それは俺も気になってる。だからこれはあくまで噂でしかねえと思ってるんだが。そうか。どうするんだお前は。宝蔵院に行ってみるのか。それしかないだろう。ただ吉岡で待っていても拉致が開かないからな。そうか。でも気をつけろよ。鶴屋の一件といい、どうもお前さんの周りはきな臭くなってきてるぞ。分かってる。それじゃあ俺はしばらく祇園を出る。伊藤さんのことは頼んだ。ああ、任せておけ。ええ。